どうもクーリンです。本日は長崎さんに来ていただいております。長崎さん、昨年のクーリン TV ではトヨタをご退職されたという情報を配信させていただいたんですけども、はい、2024年新しいことにチャレンジしているそうですね。はい、現在は何をされてるんですか？現在はマルチ&ビクタススポーツジャパンのスポーツマーケティングのそういった仕事を今年からさせていただくことになりました。ザザーン。ということで今年1年急転直下、マルチ&ビクタススポーツジャパンのマーケティング担当となった長崎さんです。普段バットケースを片手にいろいろ動き回ってるとお聞きしましたけど、はい、なぜこのマルチ&ビクタススポーツジャパンに入ることになったんですか？女性でスポーツマーケティングをするっていうのを探してるっていうのをお聞きしたっていうの と、はい、やっぱ野球も含めてプラスソフトボールに今後参戦していきたいっていうことを聞いて、野球にもソフトボールにも携われる仕事ってなかなかないんじゃないかって思ってお話をいただいたときに、ああもう楽しそうだなって。ああなるほどですね、はい、で去年とかね、マルチのマニクラッシャージュニアとか非常に好まれてましたし、マルチとしても印象良かったんじゃないですか？なのでもともとそのワニクラッシャー自体はもう本当に自分が好きで使ってたじゃないですか、去年から。でそれもあってもうマルチとかビクタスのことも知ってましたし、もう好印象しかなかったので、今回そうお話いただいてはなんか率直に嬉しいっていう。でこれなんか聞いたところによると正社員じゃないんですよね？あ、正社員じゃないです。やっぱりいろんな動き方をしている人間というかものなので、まあ、今回マルチ&ビクタススポーツジャパンさんとの契約が正社員ではなくて業務委託契約で、長崎さんの今やってる芸能活動とかいろんな活動にも支障がないようにしながらマーケティングにも携わっていくというそのスタイルのために今契約自体は業務委託なんですよね？そうです。がっつり正社員で入ってるわけではないんですけど、本当に正社員の人と遜色ないようなぐらいしっかりスポーツマーケティングには力を入れてやっていっているので、もうすでに、はい、でマルチの魅力ぜひ教えてくださいよ。はい、もともと2021年に日本支社というかができて、まだ日は浅いというかこれからどんどんやっていくんですけど、もともとメジャーでは本当にマルチとビクタスって過半数を占めるぐらい の使用率もありますし、メジャーリーガーのヒット数もワンツートップでマルチビクタスってもう独占してるんですね。そのぐらい機能質っていうのはすごいいいですし、あとは金属バットの方もアメリカではシェア率ナンバーワンなので、木製も金属も自信持って素晴らしいと言えるバットなので、これからどんどん広めてこの良さをね伝えていきたいと思っています。そして長崎さんは用具を使う選手たちの意見を聞くため今回の NPB キャンプにも訪問しておりました。一人で全球団の選手を対応したそうです。かなりのハードワークだったそうですが、もうね毎日楽しいですマルチ&ビクタスの方たちもめちゃめちゃいい人ばっかりで、オフィスに行くときはすごい楽しみに向かってるというか。マーケティングって一括りですけど、具体的にはどういうお仕事をされていくんですか？まあ、特にバットなんですけど、プロ野球だったり、大学で社会人野球、高校も含めてもうオールでやっていくのと、あとはソフトボールが今年参戦するのでソフトボール界にもマルチのバットはいいんだよっていうことを広めていくっていう活動を今年やっていきたいと、はい、思っています。で高校生は今 J-CAT っていう低反発のバットがありますから、はい、じゃああれをどんどん使ってもらうような動きをしていくんですか？そうです。J-CAT 自体も今後中学生バージョンとかも出てきたりとか、どちらかというとマルチとビクタスの認知度を上げていくとか SNS の運用も一緒になってやっていくので。あ、得意ですもんねじゃあマルチ&ジャパンのインスタは長崎さんが今後運用されて、はい、どんどん動画のリールとかなんかフィード投稿とかも長崎さんが投稿されていくんですか？そうです。なので皆さん私が投稿してるなって思いながらいいねをしてもらえたらと思いますであとはマルチとビクタスとあとリザードスキーもあるので、皆さん結構グリップで使われてたりとかすると思うんですけど、そのリザードスキンの一応SNS のアカウントもあるのでその3つも運用していこうと思っています。やることたくさんありますね。そのプロ選手の契約を取りに行くところと、あとは中学校から大学生までの
方々にバットを使っていただくアプローチ、さらには SNS の運用、はい、で今後ソフトボールのバットも参入するので盛りだくさんですね一応ワニクラッシャーのねアンバサダーもさせていただいてるので。え、そうなんですか。あれ言ってなかったでしたっけ。いやいや知りませんよそれははい、あのワニクラッシャー あのジュニアアンバサダーの方させていただきます。あ、少年用のバットを使われてますもんね去年かなんか長崎さん、あの少年用のジュニア用のバットを女子選手なら絶対使いこなせるっていうことで、ジュニア用というか女子用でもあるよってことを言い続けてましたもんね、うん、本当にあの自分の力に合ったバットを使うのがやっぱ一番なんですよね。来年からこの文字がない入ってないともう使えないんですよ。ああ、じゃあ一般用は使えなくなるんだ。はい、なので小学生はあのもう軟式少年用のバットを使わなきゃいけなくなるので、あのもうこれをぜひ使ってもらいたい。で今回ですね、ちょうど矢内くん来てるんですよなんで新年一発目から矢内くんと対決ということで。いいんですかそんな名投手から。はい、152キロ投手との対決ということで、この後どうぞ。すげえシュートした。ナイスシュート。ヒット出ましたイエイ。わあ、いい進化、めっちゃ進化してる。おもろいやろ。翻弄されてます。うわー、ナイスボール。うわー、ナイスボール。ということで最後は三振しましたが、見事矢内から1安打を放った長崎さんでした。ということで長崎さん、はい、変化球をしっかりと捉えてヒットを放つことができましたまあやっぱ操作性に長けてますよね。あのなかなかいい商品なんですよ。なので、まあチームに1人持てたらちょっとね借りて使ってみるとか、あとはなんか、まあ、お父さんお母さんにね誕生日プレゼントで買ってもらうとか、本当にいいと思うのでぜひ皆さん使ってもらえたらと思います。ということで2024年はマルチ&ビクタスのマーケティング担当としての1年走り出した長崎のぞみさんでした。はい、新商品とかあったら教えてくださいね。はい、すぐ教えます。お願いいたします。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。